東京ドームです。20日最速でパフォーマンスを行った第4世代ボーイズグループとしての歴史を作り、メンバー7人の顔が地元の新聞を飾りました。 EN-N は東京ドーム公演に招待された20日最速の4世代ボーイズグループとなった。 EN-N は9月13日20東京ドームにてコンサート FATE 初日を開催した。翌日の木曜日14分の9にもさらにもう1日出現します。今回のコンサートでは日本語と韓国語でのセットリストを披露した。コンサートが開催される前に EN-N が地元の各新聞の見出しを飾ったことをファンが発見した。彼らの写真は既存の新聞の一面に掲載されました。5万5000人を収容できるこの一流の場所でパフォーマンスを行った EN-N の実績は冗談ではない日本市場での EN-N の強さを示しています。京セラドーム大阪でのショー同様、今回もEN-N がピカチュウをステージに登場させた。ピカチュウの登場は EN-N とポケモンのコラボ曲ワン&オンリーに続くもので、パフォーマンスをさらに盛り上げている。ここではメンバーが成長や感謝、将来の夢を語った。そればかりかミキとスノーは涙をこらえきれずに泣き始めた。しかしメンバーたちはすぐに立ち止まって抱きしめた。ミキは以前自分の演技がとても良かったと感じた場合にのみ泣くことを許可すると語っていたことが知られている。そして今日の涙がそれを証明したような気がする。以前 EN-N はバイトにというタイトルで You というタイトルの日本アルバムをリリースしました。 EN-N は今回のアルバムに先立ってディメンション、ディレマと日本語版で RIAJ ゴールド認定を定め、でプラチナ認定を獲得した。昨年5月に発売した韓国アルバム Dark BLOOD ではオリコンウィークリーチャート1位を獲得した。 EN-N は日本に続き来年10月に米国のいくつかの都市で公演を行う予定だ。ロサンゼルス、グレンデール、ヒューストン、ダラス、ニューワーク、シカゴに立ち寄ります。デリフトラボはまた後で他の都市を追加することも示唆した。